お願いします。23兆円の配当のうち、半分ぐらいがですね毎年海外に流出しているような、日本の低成長、内戦が続いている国と一緒なんですよ円安を許している、日本をもう一回使わないといけないんじゃないかそう思い始めたんじゃないかと。反省するという意味で、新しい資本主義。 今日はまさに日本の現在の問題の核心をつくテーマになりますなんで日本の経済がこんなにダメなのか世界でえっ、ー、と21世紀になって最も成長していない国ワースト3に入ってるんですよねえっ、ー、とねそれ以外のところってねソマリアとかリビアとかシリアとか21世紀になってずっと内戦が続いている国と並んで日本で成長していない どうしていけばいいのかっていうのについて安倍政権から経済こそが最大の課題だっていうのであの手この手を打つけどほとんど何の効果もない20年後30年後日本がどうなるのかっていうのって本当に心配の限りです。みんなが感じているこの最大の問題について素晴らしい分析と提言をしてくださるお二人です。岸田政権が誕生の時に新しい資本主義っていうキーワードを出しましたよね。 その新しい資本主義によって具体的にはどういう政策で何がどう変わっていくのかっていうの,をあの私に限らずどんなもんだろうって固唾をんで国民が見てると思うんですけれどもこの「新しい資本主義」っていう言葉についてお二人がそれぞれどう解釈してどういう問題意識をお持ちなのかっていうのを お伺いしたいんですけれど、いかがでしょうか。どうしましょうか。<laughs> じゃあ山崎さんからお願いします。<laughs> いいですか。あの新しい資本主義っていうまああの相当その岸田さん気に入ってる言葉だと思うんですよね。ねうん、まあこの前5月5日でしたかねあのロンドンで講演された時も、ねね、<laughs> まあ新しい資本主義ってなんか言われると恥ずかしいなっていうちょっと日本国民としてはこうムズムズするんですけれども。 まあ、あのこう率直に言ってこれは冗談かと思ったっていうのがま率直なところなんですね。新しい資本主義っていうことは古い資本主義があってその状況があるからこれをこうのリフォームするんだっていう意味ならば分かるんだけれども、うん、日本の状況っていうのはその十分資本主義になってないと思うんですよね、私は。 でじゃあその資本主義というのはじゃあどういうものなのかということでいうとのこう労働力もそれからその会社ものこう商品として取引自由に取引される競争システムみたいなものですねまあそういうものがこう資本主義だとまあいわゆるレッセフェールみたいなのこうまああの自由法人的な資本主義がまずあってでその次にこう福祉国家という段階にえ来た。 で次にその新自由主義っていうことになって、うん、でまあそれが行き詰まっているとまあそ行き詰まっているっていうことについてはそのまあ格差の問題、うん、それからこうまああの環境の問題外部不経済ですよね、うん、まあそういう問題がのあって行き詰まってるんでこれをまあなんとかするんだっていうようなじゃあその日本が新自由主義かっていうと全然新自由主義じゃないような気がするんですよね。 例えばこう大企業に就職した社員っていうのはクビになりませんよね。うん、まあこれはのはっきり言って要するにこう労働力が商品化されてないっていうことで、まあ、あの例えばいい大学出ていい会社に入るあるいはまあ官僚にでもなるっていうと、まあ、あのそこから先ものすごく楽ですよ率直に言ってもちろんその人,人事の競争みたいなものはあるけれども。 資本主義的なあるいはこうあ、まあ、あの収入に何倍も差がつくかもしれないっていうような競争に例えばエリート層は全然さらされてないわけですよね、うん、あの社会とかあの経済の,あのこう動きを決めてる層っていうのはまあはっきり言えば円固主義ですよね社会主義でもない、うん、まあ例えばこう郵便局みたいなものを何、まあ、とかしようっていうことになればトップダウンでものが決まるはずなんだけれども。<laughs> まあ日本はあの郵政民営化するっていったら、まあ、これがこう途中で止まってぐずぐずになってるわけですよね。うん、であれはまあ結局そのもろもろの郵便局長たちの,、まああの政治的な影響力みたいなものもあって、まあ、そのこう円,円弧の中で物事が止まってるっていうような状況ですよね。うん、でこ,こういうようなその状態をあの資本主義って言われても困るよなとうな、ん、<laughs> そもそもまだ資本主義が始まってないんじゃないか。 ところがですねその、えー、こう非正規で働いてる人だとか、まあ、あの一番こう典型的にはですか、ね、こうの自転車に乗ってこうリュックを背負ってのこう食べ物をデリバリーしてるような人たちにとっては、うんまあ、あ,のああいう人たちってみんなこう取り替え可能だしでしかもじゃあな何分で配達したでこう印象が良かったか悪かったかっていうようなことで評価されてで、まあ、あの売り買いされている。うん これ強度に資本主義的っていうかう、ね、昔マルクスが書いたようなあのこう搾取されてる状態ですよねあなるほどこう下から見た日本と上から見た日本とで全然風景が違うんだなっていうふうに思います、ね、ああ分かりましたいくつも論点大事な論点入ってたと思いますけれどもあのこういう解釈可能ですかねその今山崎さんが言われた、えっと、マルクス型の搾取される、うん、と低所得者層 が今、大変苦しいと、はいで、格差の問題があって、これを何とかしなきゃいけないという岸田政権の問題意識自体は、まあそんなところだろだだうってからるごとあの反対ということではないんですが、うん、恐らく新しい資本主義といった時にのこうまに、再分配、うん、まあ分配をもっとあの重視しなきゃいけないというようなこうニュアンスがあったと思うんですよね。そこには あの反対しない。だけれども、こう。そもそもその資本主義になってないから、成長もしないし。で、まあ、逆にこの、でも、その下の方に対しては、ひどく資本主義的なので。ええ、まあ、そこは、あの、と、とてもこう、抑圧されていて苦しい。という、あの、その二つの問題を解決しなきゃいけない。っていうことなんだと思うんですよ。ねわかりました。はい。あの、鈴木さん、いかがでしょう。新しい資本主義に関して。 ありがとうございますあの私の研究の,そのポジションとして 6W2H と。 何を言ってるかというと、何に関して、いつ、誰が、どこで、どれぐらいというような、そういったスペシフィケーションですよね。特定化っていうのを、いつも念頭に研究しています。私はですね、まず最初に、その上場企業を対象に研究しております。まあ、四千社ほどでございますよね。連結で、従業員で考えますと、一千七百万人でございます。家族まで含めれば、三千万人ぐらいの話でございますね。その辺を分析させていただいております。 かつて日本はその三方よしであるとか八方よしであるとか、うん、まあ株主さんだけではなくて多くのステークホルダーのためのビジネスというものがなされていたんだけれども、うん。 まあ2000年代の最初の頃ですね小泉政権下の竹中平蔵先生を主体とした人たちがまあいわゆるその新自由主義というものを始めたあるいはまあ当時の言葉で言えばですねサプライサイドエコノミクスあのアメリカハーバード大学で当時流行ってたわけですよね。何をやったかというとそのまあ日本ではあの家計金融所得がたくさんあるんだと当時は1,400兆円でございましたけれども上場企業に投入して。 でまあ、あの生産能力を高め生産効率を高めればあの日本の経済は再生していくんだということをおっしゃっていてただ、そのお金の投入の仕方でございますけれどもあのバブル経済に対する反省から間接金融はいけないんだとあの家計がお金持ってるんだから彼らに彼女たちに直接株主さんになってもらったらいいんだと。証券市場を通じて直接 あの企業にお金を入れて生産能力生産効率を高めればいいんだということをおっしゃってたで実際にそれであの生産効率が上がって利益が上がって配当が、まあ、株主さんである市民に還元されればそれはうまくこうきちんと循環するというアイディアだったと思うんです、まあ20年経って見てみるとあの昨今またあのお話になっておりますけれども家計 金融資産は2,000兆円にまで上がりましてそれが企業に全然入ってないわけですよねもしよろしければそのパネルを用意していただいているかと思いますのでご覧いただけるかと思いますがまあ形からあのワニの口のグラフというふうに呼ばせていただいておりますがまあ一番左の方がですね申し上げましたその あの新自由主義というものが始まった頃ですねであの家計金融所得あのを、まあ、企業に入れ,入れるんだと投資家さんが企業にお金を入れるんだと言っていたで結局何も伸びなかったんですねで。代わりに何が起こったかっていうと企業から投資家さんに配当自己株買いということでどん,どん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 お金が外に出てってしまってる。 とということなんですすなわちあの、まあ、小泉政権あるいは竹中平蔵先生やろうとなさっていたこと政策理由でございますね政策導入目的が全く逆になって発言してしまっているということなんですね。当時20年前に小泉内閣でやろうとしていた政策今見直してみる反省するという意味で新しい資本主義。 すなわちそこで言ってるのはその本当に新しいわけじゃなくてですね、うん、20年前のの反省をしようということのようううとといいこでございますその辺があの新しい資本主義のキーかなというふうに思っております、はい、じゃあ的確に言うと本当は新しい資本主義っていうよりえっとアンチ・小泉ミミクスアンチ・安倍のミックスって言いたかったところをまあそうも言えないから大先輩なんで,でそういう言い換えをしたっていう理解でいいんですかね。 私にその答えを求めるの、求める非常に、<laughs> あの、まあ、この、このグラフはまずいと思われたんだと思います,す、ねまね。そうですよね。えー、あの、私もね、それについては、似たようなことを考えてて。新自由主義自体を、僕全否定するもんじゃないんです。あの、新自由主義的な政策を。使うところ、まあ、メインはアメリカ、で、その次が日本ですよね。日本は、まあ、さっき山崎さん言われたように、サプライサイドの規制緩和しないから、あの。 自由主義経済がサプライズサイドで効いてないんですけれどもでもねどっちもね直近ってねあの再分配切ってるんですよね再分配のところを認めないでこれがね問題じゃないかと思うんですよ。基本このえっとワニ口型のえっとこれも一つのえっと分配論ですよね。投資家から企業の向こうへ え,えっと、いくと、その家計にどれぐらい、分けて、うん、で、それを株主にどれぐらい分けるかって、一つの。分配の問題だと思うんですけど。日本、まあ、今一番深刻なのは日本です。あの。えっと、同じような分配論をやっても、アメリカはサプライサイドのダイナミズムがあるんで、経済成長します。で。しかも、あの、人口まで増えてるからね。そうですね,ね。で、なぜこんなに日本だけ、合理的じゃないことを。 20年も続けて変わらないのかっていうのをあのお二人のお話聞いたら表現とお立場でああ多少違ったけどやっぱりきちんとそのなんての経済のダイナミズムが機能してないっていうこととあともう一つ現象として格差と貧困の問題が深刻化しているっていうこと、うん、でこれは岸田さんの,あの問題意識ともそうずれてないはずだと思うんですが。うん ぜひご意見を伺いたいなと思うんですけど。このワニの口グラフはあの私もすごく気に入ってま、<laughs> ショッキングですよね。<laughs> <laughs> ただあの要するにこうえ企業が配当しちゃったり、あるいはこう自社株買いしちゃったりしてお金を返してるっていうことですよね。うん、でまあ、要するにこう資本が縮小してるっていうことですははでこうあのまあ投資家が入れるお金よりも企業から出てくお金の方が多いっていう状態。うん まあでもこれであ,のある意味でこうバランスが取れるんですよね。バランスが取れるっていうのは要するに投資対象の方が貧弱になれば、うん、そこにこう再投資されるんではなくって、うん、え資本はあの外に出ていってしまう。という,うそういう形でこう資本というものは伸縮してでこう、まあ、あの投資対象が大したものがなければ。 こう資本の方がこう、まあ、価格が下がったり、えーまあ、お金が流出したりすることによってえまたこの、えー、資本がこうリスクプレミアムを持つような、うん、あの価格まで下がるそういうことでこうなかなか株価が上がらなかった投資対象自体が貧弱だったからということなんですよね。うん、でただ、えー、ここで、まあ、あのよく言われるのはこう例えば日本はまあ人口が減少するし低成長でマイナス成長かもしれないんだと。うんうん まあそういうところでは資本主義は成立しないって言いたがるんですよね坂の人たちは。ははでなんだけれどもやついや別に低成長でも、うん、あのそ,それからこう、まあ、マイナスか仮にマイナス成長であったとしても、うんえー、資本って言ってるものはそなんかこう資本っていう怪物みたいな生き物がいるわけじゃなくって、うん、のこう投資対象がなくなればの縮小するし投資対象があれば拡大するし。 でじゃあその中でこうの資本として資源配分されるんだっていうこの仕組みは、うん、え維持されるっていうことなんですよね。うん、低成長をこうまあ理由として資本主義はまあ限界だみたいなことをこう言う人たちっていうのは、うん、それやっぱあのこのこの仕組みが見えてないんだな。ははいい投資対象がなくってこうまあ自社株買いしたり配当したりして金を返してる状態っていうのは。うんうん まあまさに成熟経済だしの、はい、成長してないっていうことは情けないんだけれども、うん、資本主義というものをこう捨てる必要はないうん、うん、ということなんだと思うんですよはいよろしいですかあの、うん、おっしゃる通りだと思います全く反対ありません今のは資本主義全体の話で資本主義きちんと機能してます、うん、だけどもじゃあそれ今どこのお話っていうふうに区切るとこれ今日本の話してるわけですよね、うん、で日本っていうのはおっしゃってるように人口減少していて で実はこれ皆さんあんまりお分かりになってないですがアメリカもイギリスも人口は今後100年間まだだだ伸びるるんですよねで日本けけこれだけ下がってきてきいるそこにあの投資家さんも,もちろんそんなに投資しようという意欲はなくてそれでこのワニの口のグラフが起こっていてでそれ自体資本主義の原理に従ってて普通のことであってで株主さん投資家さんにお金が随分いっていてそれどこに行くかっていうと。 日本の外ですよね、うん、あの今上場企業の株主さんの3割が外国人投資家さんで、まあ、3割っていうと、まあ、それぐらいのものかというふうに思いになるかもしれませんが実は彼ら頭がいいのであの配当が多い会社のところには約50%の,あの外国人投資家さん入ってますよね。 このグラフの23兆円の配当のうち、まあ、もしかすると半分ぐらいがですね毎年海外に流出しているような話があってそ,で、ね、でそれ資本主義のの普通の原理なんですよで全世界的に見ればそのお金が例えばインドあるいは中国に投資されてそこでは効率的なあの生産があってそこで安くて素晴らしいサービスが生産されて人々が豊かになっている可能性は十分にあって。うん そういった意味においては、資本主義を否定する必要は一切ないと思います。ただしです。日本ということを考えたときに厳、ね、厳しいって話ですよね、うん。<laughs> あの、鈴木さん、ご意くださった、もう一つ、前の、はいはい、チャートを。あ、ご利用いただいて、非常にこ、うん。これ、やっぱり、すごくショッキングな。ね、<laughs> チャートでね。株主だけ増えてんですよね。要するに、世の中で、生み出した価値が。どういうふうな、えっ、ー、と、経済主体。 に流れていって,るかっていっるかとうのを示した、えっと、チャートで,でこれ指数なんでこれあの金額の話ではないんですけれども、えっと、企業を経営してる役員ですらもうこの20年増えてないで従業員も増えてないで売上上まはあ、これ GDP ニアリイコールとして考えたら全部増えてないのに株主だけが世の中で生み出したものを総取りしていく。これは資本が 悪いわけじゃなくて資本のネイチャーとしては当然のことが起きているじゃあねなんで日本だけがさっきえっと冒頭で私紹介しましたように,に日本のこの低成長っていうのって内戦が続いている国と一緒なんですよ日本と同じぐらい人口が成熟した国例えばえっと韓国とかイタリアってそう大差ないですだけど20年で見たら韓国もイタリアも うんと財政危機に陥ったりしながらも20年で見たら日本と比べたらずっと成長しているなんで内戦もないのに内戦国並みのうんと成長しか実現してないかっていうとよっぽど成長しないような経済政策を取り続けてるとしか思えないんですよねじゃあどこに非合理があるのかっていうのをご指摘いただけませんでしょうか。 な、まあ、なかなか難しいですよ、ね、た,た,ただこう、このむ株主がに対する配分が増えているというのはこう、まあ、日本の企業の経営が多分何週お 2>,、うん、2週遅れぐらいで、うん、アメリカスタイルを少しずつ追いかけていって。うんうん あのこうなるべくなら賃上げしてくださいみたいな話をあの安倍政権の頃からやっててまああのこれはあのれ連合よりも首相の方が春闘には役に立つなみたいなまあそういう,こう妙な状況なわけですけれどもでもこうじゃあ,あの賃金を上げるっていうのとそのもう片方で ROE を上げろって言いいししでまあ,これうこうまああね。 ブレーキととアクセルで今ほとんど追いつきましたよね,はねど,ど,どっちを上げようかなと思えばその自分の収入を上げることができるのは ROE の方だから、うん、やっぱり賃金と ROE とこう、まあ、社長の前で比べると、RE、のちですよねなんで、ね、そうなのかっていうことなんですよね。うん、さっきの、えー、と山崎さんの解説だといろんなその人口が増える増えないとか、えー、と社会の所得構造が全然違うのに。 その経営の分配論のところだけアメリカ型にしたそれはうまくいかないよっていうお話だったわけですよねでなのに何でそれをやり続けるのか官民一体でファクトに基づいた合理的な行動をなぜここまであのしないのかなぜこんな行動が続くのかっていうふうに私ちょっと問題意識が移ってるんですけどその点お二人いかがでしょう 鈴木さんいかがですすあ,ありがとうございます <laughs> 失われた30年と言われているのが、まあ、まあ停滞し始めた1991年からのことでございますよね。で皆さん一般にはですねあの、まあ、成長していないんだというふうに悲観的なんですが実はよく見てみるとですね過去20年間利益は急に伸びてんですよね。それにあの、まあ、付随してあの 投資家さんに対するリターン株主さんに対するリターン配当は増えているという状況でございますこれ何を意味するか売上は止まっているで、まあ、これは議論の過程としてですねマクロ構造的に止まっていることを前提とさせてくださいとりあえずででも先ほどお話がありましたようなあの ROE8% に近づけなきゃいけないっていう話があったとしますね売上が止まっていてでも利益は増やさないといけない となったら数学的な話でございますけれども、真ん中にある費用を下げざるを得ないですよね。で、真ん中にある費用の大きなものっていうのは従業員さんのお給料であり、R&D 研究開発費用でございますよね。経済産業省ほかまあいろんなあのコーポレートガバナンス行動だとかなんだとかであのアロイを高めろという命令プレッシャーが高まったとすれば。 定義としてですね従業員のお給料下がらなきゃいけないし R&D 研究開発費用下がらざるを得なかったとそういった状況があったと思います、うん、でそれでその、まあ、まあ経緯はあったんでしょう ROE8% 目指さなきゃいけないとアメリカに追いつかなきゃいけないっていうそのプレッシャーが随分あのしばらく続いてしまった時代があったんだろうなというふうに考えております。今のののお話だとととね鈴木さんがが説明の大前前提提にししたたた売上が止まったとしたらという前提の中では、うん そうなりますよね,すね、うん、だけど売上を伸ばすあるいは GDP を伸ばす方向になぜ行かなかったんでしょう日本の、えー、と多くの国との違いの特殊事情って、えー、と少子高齢化に基づく人口減人あの人口動態の成熟化ぐらいですよねでもそれも韓国イタリア含め他にもあるんですよね、うん、だから高成長を目指すのは難しいにしても、うん ここまで内戦国並みに停滞するっていうのは明らかに何かすごく大きい歌詞、えー、があると思わざるを得ないんですけどそれ何だと思います二 2>, 2つ3つあるのかなと思うの 1>,、うん、1つはあのなんていうんですかねやっぱこう新しいビジネスに投資しようっていう。 その極極端な人、うん、あのこうまああの今一番わかりやすい現代の人で言うとイーロンマスクみたいな、うん、やっぱりそういう人たちがこう登場してくるような、えー、ことをこうよよ世の中があんまり許さなかったっていうことだと思うんですよね。ははまあその、えー、まあ資本があるからまあツイツイッター変えちゃったりするわけですよね。うん、だけれどもこうツイッター丸返してででもあいつにやらせたら面白いかもしれない。うん、まあ少なくともその あれだけの,あの金は出せないからとりあえずあいつにやらせてみようっていうことで,で、まあ、あのこさ最終的にディールが完成するかどうか分からないけれどもこうマスクがツイッターを買っちゃうような国と2000年代の初めぐらいまでちょっと戻るとの、まあ、いわゆるあの堀江文堀江貴文さんが引いていた頃のライブドアが、えっと、フジテレビを買いに行こうとするとみんながこう、まあ、世の中が全力で潰しに来るような。うん あのそ,そういうようなこう国、うん、こう例えばあの堀江さんがフジテレビを経営してたら何かが起こったかどうか分からないけれどもやっぱりそういう,こうトライアルがこうたくさん起こらないと新しいそのこと成長分野っていうかととのビジネスっていうようなものが出てこないんだと思うんですよね。うん、でそういうものをこうだ出さないように出さないようにし,しているのが、えー、その日本のこう社会だと思うんですよ。 よくその日本のベンチャーの問題でこうまあ資,金資金がベンチャーに投入されないからだみたいなことを言うんだけどそうじゃなくてそのこう投入するに値するようなそのトライアルがないからなんですよねだから金の問題っていうよりはあとやはりこのこう全然 GDP が伸びなかったっていうのはそのマクロ政策の失敗がありますよね。これは金融緩和が不十分だったし そのまあゼロ金利まで来たら、今度は財政で後押ししないと実質的な。こう世の中にこう出回るお金が増えないわけだから。え、でもその財政を出し渋った。っていう、まあ、マクロ政策のその間違いみたいなものがあったんだと思うんですよね。ちょっとこう乱暴な言葉で言うと、貧乏エリートって呼んでるんですけど。あの、例えば、財政を引き締めたがる人、増税させたい。から、金融緩和で。 こうなんか世の中が羽振りよくなるのはあんまり好まないような人あのこう,うんと羽振りのいい人たちがあの経済を活性化させることを嫌うし下の人たちに対してはえまその自分たちはその実力でここにいると思ってるからこれ,こ,れこれらは努力不足なんだって思ってるから再分配には冷たい、うん、でまあそういう意味でこうあの再分配の政策も動かないし。 マクロであのもっと環境を良くしようということも動かないし、とっても真面目なんだろうけれども、うん、でもあのこうやってることはあの貧乏エリートとしか言いようがない心の貧しいエリートたち、うん、あのこの人たちが日本を停滞させていると思います。全く、うんま、賛成でございます。はい、あの人の問題だと思っておりましてですね、早稲田大学の商学部というある意味その企業さんが あの学生さん欲しくて欲しくてしょうがないようなところで今、教のんをとっておりますけれども毎年、すぐにアンケートを取るんですね。人にアンケートを取りますどういうアンケートを取るかというとあのスケール1から7で皆さん幸せですかというふうに聞くんですよ、学生さんに。どれぐらいだと思います 構造経済学で流行ってるやつですよね <laughs> <の>。冷面北港がトップのやつだね。あの一が一がもうどうしようもなく不幸方と幸、もう七がもうどうもうすごい幸福でどれぐらいだと思いますか。うん、どのタイミングで聞くんですか。入ってきてすぐです。入ってきてすぐ。えー、で、えー、出口でもまた聞きますけれども。えとね。七 <laughs> がトップね。じゃあ五ぐらい。四六ですね。 すなわち、すごち幸せなわち、うんねね、僕ら心配してるからこんなあの、ねえー、ディスカッションしてますけど若者にしてみれば、こんないい国ないわけですよ。えー、普通に生活してておいしいし早いし安全だし優しいしっていう、そ,そういう経済があるわけですよね。で、その次の,あのアンケートがじゃあ、皆さんあの、まあ、就職先どう考えてますか、大企業ですか、中小ですか、アントレプリナーですか、クリエイテタークリか。 データを使って聞くと、7割5分があの上場企業に行きたいって言います。で、その次のあのあのアンケートがですね、じゃあ皆さんあの上場企業行って取締役になるまで頑張るという意識のある人何パーセントですかってそういうあのアンケートを取ります。どれぐらいだと思われますか。うん まあの私の父の時代はそれこそ8割の人が取締役になるんだって頑張ってて、うんうん、私の時代はですねまあ5割でで今一般におっしゃるように 20%30% って言われてますが早稲田はもう少しちょっと意識が高くて4割ぐらいが取締役になりたいって話なんですけども、うんうん、すなわちここで何が言えるかっていうと幸せですよね。 で上場企業みんなふーっといくとで,でも頑張ってるのが2割3割、うん、すなわち7割の学生はまあ入るけどお給料もらえればいいって話ですよね。うん、そんなな企業が伸びるわけがないわけけいですよそ,そ,でそれが、うん、あの日本をリードしている上場企業4,000社でございますから、うん、だからあのここででも誰も責めることができないなぜかっていうと我々が頑張っておじいさんたちが頑張ってこのいい国を作って幸せを感じている若者がそこにいてそいつらは に無理やりこう頑張れって言ってもしょうがないっていう話ですよね、うん、でアメリカのようにイーロン・マスクさんあるいは中国のようにいろんなですねもうものすごいもう熱血漫画が出てくるっていうのはまあ そこに一定の,その格差があったり人口の動きがあったりですね移民があったりいろんなそのまあ差が見えるんですけどやっぱり日本というのはゼノフォービックその非常にねあの人が均一的でまあ昔はその中産が階級がですねもう大体同じ感じで幸せでまあそういった環境にあるからなかなかこうビジネスでこうガッツ持ってる人が出てこなかっただと思います今で。今出始めてません、うんあの お尋ねしたいんですけどさっき言ったあの世の中の山崎さんがおっしゃる、えー、と既得権層の中のエリートさんたち貧乏エリートさんたちがイーロン・マスク出てくると嫌だって思うのはよく分かるんです、うん、自分たちの仕組みとか、えー、と構造を変えて勝手なことやってしかも成功しちゃう成功しそうなやつがいたら堀江ンの時みたいに全力で、ね、官民上げて、えー、と潰しに行くっていうのはまあ旗で。 もう20年ぐらい見てきましたから、わかるんですが。イーロンマスクが出てくること。っていうのを。若い人も嫌がるんですか。その。ね、ね牙を抜かれたような、ねうん、エネルギーレベルの低い若い人も嫌がるんですか。あの、今。ちょうど潮目が変わってるのかなっていうふうに、私は感じております。うん、ははあの、政治家さんもその辺を非常に敏感に感じ取られていて、今は政治でも。うん、あの。 あの人たちをこう下から支えてやったら結構頑張る。若い人たちが出てくるっていう感じがしてると思います。ただ、それでもまだですね。あの、私まあ、中国インド等で仕事することが多かったんですが、うん、彼らに比べればまあ、日本のそのパワーっていうのはそれこそ2割3割程度のもんですよね。うん、中国あのインドは当然もう国全体がすごく。 熱気持って、もう寝ずにやるなんて当たり前ですた。相手が寝てくれたらいいのなってライバルが寝てくれたらいいのなぐらいにみんな思って、で、えっとね、欧米あ、まあアメリカは結構ガツガツだし、なんとなく穏やかそうに見えるヨーロッパでも、やっぱりその山崎さんが使われた言葉だったエリートの人たちって、すっごいやっぱり頑張りますよね。すっごい頑張る。でね、そのすっごい頑張る層が日本から本当に減ってきたなっていうのが。 私の実感なんですけどでねさっきの,あのもともとそもそも経済はっていう話お金をど,うどこにどう投入するかあと労働力をどう投入するかで昔のマルクスの時代は頭数だったんだけど今はもう知的なものなんですよね。知的な人的資源をどこにどう投入するかでアウトプットが決まるっていうのはもう経済のもう大大大原則なんですが日本ってね その知的資本がどんどん劣化してきてあのよく比較するんだったら、えー、っと大学の国際ランキングっていうのはダーッと落ちてきて論文数もダーッと落ちてきてで今ちょうど20年30年前に仕込んだ、うん、研究がノーベル賞になってるんでノーベル賞の数は意外にそう減ってないむしろ20年前30年前とあの比べたら増えてるからあ,のあんまりお尻に火がついてないのか分からないですが。 そのえっ、ー、と知的資本っていうのがこうやってどん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 相対的にえっ、ー、と停滞しているともう経済政策的にどこに何を投入すれば国民経済の生産性が上がるかっていう手立てがなくなるんですよ、うん、資本っていう資本は要するにお金っていうのはまだいろんなやり方で合理的なものに対しては世界中からお金が集まるようになったんでえっ、ー、とコントロール可能なんです。 賢いい人がいればだけどどんなに賢い政治家がいても国民経済としてイン,あのインターナルに賄おうとすると難しいし国内ですら知的なものに対する敬意と,、えーっとまあ、優遇というトトリートですよねそれがちゃんとしてなかった海外から来るわけないですよね、えー、っとシンガポールが知的立国を打ち出してで金融の分野医療の分野あと情報科学かなの 分野に関しては世界中からもう青天井の報酬コンペンゼーションで世界中から集めまして、ね、日本からも何人もあの移りましたけれどああいうダイナミックなことをする、えー、と人間性っていうのがさっきの、ね、なんか突出しようとするものに対しては足引っ張るっていう日本人の,その文化っていうのがある限りりんかうまくいかないですよね。 こうまあ、将棋の藤井聡太君みたいな極端な天才みたいな人を、うん、そういう人たちにこうものすごくこう、まあ、お,お金が集まるそれからこう名誉も高まるっていうような仕組みを作っての、まあ、そ,それをこうたたえるようにしないと突出している人がいたらどっちかっていうとこう「いやそれはバランスをかいてるんじゃないか」とかって言って、うん、足を引っ張ろうとしちゃう、ね、そうですよね。あの えと突出を認めて称賛するのって大谷翔平君だったり藤井聡太君だったりっていう権力と社会的権力と一致してないところに対しては日本人ってパチパチパチってするんだけど、うん、そういう人が、うん、と官僚の中でも多分政治家の中でも突出を許さないそのメカニズムがもう徹底してる感じしますよね。うん、えとメルケルケさんとか ボリスジョンソンとかが日本にいて、首相になるかっていうと、ならなそうな感じするんですよね。<laughs> ボリスとはですね、あのオックスフォードの、あのカレッジで同窓なんですよ。ベリオールカレッジって言って、彼なんか、カレッジでは出禁ですよね。カレッジに戻っちゃいけないですよ。ああでも、あの社会的には、あそこで、ね、首相になるっていうね、そういった、あの文化あると思いますね。なんか。 気さくに見えるけれどめっちゃインテリですよね彼家でね家族と飯食う時ラテン語で会話してんだって<え> <laughs> やってないとラテン語で喋る機会あんまりないからね、うん、って言うんで家族でラテン語で飯食いながら喋る <laughs> でこれもしかしたら半分嘘か分かんないけどそういうエピソードがまことしやかに語られるようなものすごいインテリだよねマクロンだって学生の時から 何十年に一人っていう天才っていう傑出してたあのスコアを持ってた人だし、日本ってそういう人は絶対に政治家として偉くなれるところまでいかないよね。まあそういう人政治家やろうとしないでしょうしね。<laughs> まあそれもあるか。うん、それもあるか。ねメルケルだってね物理学者の PhD だしね。なんかねそういう人に国を導いてもらいたいっていう意識を国民が 持つところからじゃないと、いろんなことが変わらないのか分かんない。私、あの、えっと、小泉さんがやろうとして、えっと、壊しきれなかった。あの、えっと、日本郵政の話ありましたけど。郵政だけじゃなくて、いろんなところに、いろんなところに。既得権構造がね、残ったままだと思うんですよ。だから、投資機会が発生しないんですよね。投資されて、新しく構造がリニューアルされない方が。 有利な人たちがずっっと構造を守っているからまあいろんなネットワークですよねただこうあの全体としての構造がこうそ,そこにこう資本主義がなくってでまああの権威主義国家と同じような形なんですよね独裁者のいない権威主義国家だと思うと分かりやすくてじゃあその独裁者の地位にあるものは何かっていうとずばり言えばアメリカですよね。 あまあまあ、あのアメリカには頭が上がらないあるいはそのアメリカに愛されている我,我々は偉いんだっていうようなその構造になっているから独裁者はいないんだけれどものこう集団によってこう権威主義国家のようにの上,上層部はこう、まあ、緩やかにあのこう、まあ、コントロールされてるっていう多分そういう状態なんですよね。 アメリカだってねもう少し日本が国民経済活性化して元気な方が都合がいいんじゃないのかなもしかするとそれをアメリカそう思い始めたんではないかと思うのは今の円安です。でこうやって今の円安を為替っていうのはそもそもアメリカの望まない大きな変動っていうのは起こらないんですよね大まかに言うと。 で円安を許しているという状態でこう、まあ、あのロシアがウクライナに侵攻してで、まあ、ロ,ロシア中国、まあ、あのブリックスはあんまりアメリカに近寄らない、うん、で,でも G7、まあ、日本なんかも含めた G7 は、まあ、アメリカ型の陣営だということになると、えー、例えばこうサプライチェーンをこう、まあ、もう一回作り直さなければいけない。 例えば中国に頼らない製造業を作らなければいけない、うん、っていうようなことになった時に、うん、日本をもう少しもう一回使わないといけないんじゃないかっていうような気がするんですよね。ああそう思い始めたんじゃないかと。かそ,そ,そういう意味ではあのこう今日本は労働力も安いしでこう円安で有利にビジネスができるようにしてやれば、うんまあ、例えばこうな何らかのこう投資を日本国内に。 投資すするのはチャンスですよねああこれはもしかするとチャンスかもしれないぞっていうようなことでワクワクして日本に投資するような、まあ、例えばその次のこうう、まあ、ビジネスに何に投資したらいいのか分かってたら私はこんなところで話はしてないけれどもでもそういう人が出てくるとえ、ねうん、今のこう円安とのこう世界の分断みたいなものっていうのはビジネスチャンスかもしれないですよね。うん 僕の時代に、まあ、山崎さんも同世代なんだけど保険会社行った人間が保険会社に入って分かったんだけど絶対保険に入らないっていうやつがいっぱいいたの <laughs>、えーうん、それぐらい日本の保険っておかしかったの。でねそれが、えー、っとまあ保険業はじめとして金融機関の門戸開放しろっていうんで開けた途端にまあプライシングがまだ完全にじゃないけど。 世界的な合理的な保険料水準になったっていうのがあってで円安になって投資をすることのメリットってねえっと外資からの資金の投資だけじゃなくてグローバルスタンダードの,あの要求が起きてなんで日本はこんなことをしてるんだっていうね保険料こんな高いんだ誤送選択方式なんだって言われると外圧には日本の既得権って弱いんだよね。 だからそれがあって外から産業が入ってこようとすると全てはその既得権構造あるいはその円弧経済っていうのに対する風穴が開く可能性があるという意味ではもしかしかかか面白いか分かんないなよね鈴木さんどうですかどうすればいいかっていうことで鈴木さんの何か先生方おっしゃってるそのまあ人のモチベーションただあの 日本その今現在幸せな人たちにこうどうやって頑張ってもらおうかっていう話すごく難しい話だと思っていて、うん、でまあ,あの日本帰ってきて23年悩んで何か面白いナッジがないかちょっとついてやったらもしかしたら動く大きな動きをこうする方法ないかというふうに考えてきました、うん。提案ととしててちょっと考えてみたのがまあ分配 ね、それをきちんと本当に本格的な分配をしたい、うん、で分配って言った時にですね岸田政権でまあ分配を最初にやるんだって言ってあの最近は成長と分配っていうふうになりましたけど最初は分配って言ってたんですね。でその時にあの誤解しちゃいけないのはですね皆さん政府による再分配をすぐに頭に浮かべてしまうんですけれども。うん 新しい資本主義岸田政権の中で最初に新しい資本主義を言った時の分配っていうのは、うん、企業における第一次段階の分配なんですね,ね実はたくさんお金があるんだけれどもその分配配分が株主さんに課長に行っちゃってるので、まあ、ちょっと1%下げてみてくれるととりあえず、うん、で役員さんにお金をあげたいそれから従業員さんにお金をあげたいそういったアイディアでございます、うんで。とりあえずですね あの役員さんのお給料を五十パーセント増しにする。仮に現在の役員さんのお給料が二千万円だとすると。それを三千万円にしてやる。百五十パーセントっていう話ですね。だから従業員さんに対しては十パーセント増しにしてやる。それでどういうことかというと、まあ従業員のお給料が一千万円だとすれば。一千百万円にしてやるっていう話なんですね。それをやっても、実はまだたくさんの付加価値って余るんですよ。うん、なので、それ基本的にまあ従業員さんに全部や。って でいいんですけれどもそれ現金で差し上げるんじゃなくて会社の株式を買ってもらうということをします、うん、すなわち会社に再投資をしてもらうってことをするんですね。でまあいずれにしてもですね最初の 10%100 万円分と株式で分配された所得を合わせますとですね平気で167%になるんですねすすごい話ですよね。 1,000万円の給料だったものが1,670万円になるそれぐらいの,あの付加価値っていうのは実はあるんです株式を差し上げるっていうことは事業に対すする再投資ですよねそうすると企業の中にちゃんとお金がたまるそれがまたですねやっぱり150%ぐらいになるんですかね50%増えるさらにあの今言ったようにその従業員さんに対するお給料がたくさん増えるので。 その所得税であるとか住民税であるとか社会あの保険費用ですねそれによってあのきあの政府があの受ける分配も百三十パーセントになるこれシミュレーションに過ぎないですがすごくないですかすです、ね、配当配当一ペーセント下げることできたらこれだけの資金というのは実はあるんですよ毎年高い生産をしているんだからその分配をきちんと適正化してやるっていう。 あのまあ、エコノミック・ポリシー・経済政策・経営政策というものを見てみたいなというふうに夢を見ております。うん、要するにです、ね、うにす。うの従業員に対してもっと、えー、こう投資することが企業全体として合理的になれば、うん、あのそれがこう社会としても合理的になる,、まあ、ると,ということだから,だからじゃあその果たしてその従業員に、えーこうまあ、あの株,株主に渡していたお金を。 投資することまああえて投資という言葉にしますけど投資することが有効であるかどうかっていうことですよね。そこう、うん、ことはだから短期と長期の話があって、まああええ、短期的には配当下がるわけですよね。だけどこれをやらないと。<laughs> もうう先生方はお気づきのようにこのよにこ国本当にぽしゃりますよね本当に今あの配当でどんどんお金が出てってしまって国府がどんどんなくなっている状況なので確かに短期的に配当は下がるので株主さんすいませんちょっと我慢してくださいって話になるんだと思うんですがあの長期的にはその方が伸びていく長期的には株主も利益を得るというそういった 好循環を生まななきゃいけないであの岸田政権が言っているその分配と成長の好循環っていうのは実はこういったお話だったと思いますせ制度の話考えるとさやっぱりあれいるよね議決権なしの株式でやらないとやっぱりあの、ね、従業員が何人か集まってやっと数パーセントだもんね、うん、やっぱりあのアクティブファンドなんて 10%15% 買いに来るからもう全部それで。 いいやいやもう言うこと聞かないんだったらってどんどん役員の首はねていくから政府が介入して例えば配当に対する課税を特殊なものにするとか制度でやるかそうじゃなかったらその株主自体の,その経営決定権をあのなんて今までの本来の資本主義じゃない形にしないと。 これうまくチェンジが難しいかも分からないかかなね,、うん、ね先生ね面白いのがこんなことを学者ですので、まあ、あの考えて世の中にまあ問いますよね。うん、でコンタクトを取ってきてくれる会社、うん、あの今まで10社、うん、あのみんな有名な会社です。うん、でその会社10社2つにグループ分けできて1つはですねあのこのコロナ禍でもう赤字なのに。 あのアクティビストまあ海外投資家さんがものすごい高配当を要求してくるのでたまらないというグループの人たちもう一つの方が実はですねこれはもう驚きだったんですけど超有料企業です配当の,あの推移を見るとまあ上場してからこうなって最近、こんなんです。 ななのでで株価もこんなんです、うん、そういった企業が私のところコンタクトを取ってきて、うん「いや何ですか大成功の会社なのになんでこのモデルですか?」って聞いたらですねいやもう友先生言ってる通りで配当で全部取られてって実は内部であの研究者がやめていくんです。そうだね、うん、あのこのお金をちゃんと内部で投資したら あいつらもやる気になって残ってくれるのに今はやめていくんですって言います、うん、それはでも単純にそ,そいつらに給料払わないのがダメなんじゃないですかまあ,まあそれもそうなんですけど、うん、でも財務諸表を見るとですね、ええ、それをやらないと実際にこの配当払えないですよ、うん、ROE8% にならないわけですよいや、うん、それでね、ええ、やっぱりね日本でやっぱり一番 ななんていうのかな人が入ってってるところの舵取りしてるのは経営者でしょでね経営者の胆力が今求められてるよね例えばねずーっと急成長してんのに配当拒んでたジェフ・ベゾスアマゾンって今世界支配してるよねグーグルだって配当の要求があってぐだぐだ言うんだったらもう株売れって言ってそれで議決権なしの株式を、うん、あのオーナーたちが持ったよね、うん、トヨタも一回やったんだよね。だからねで トヨタがそれやったのってあのハイブリッド行ったプリウス行った時にそんなものに将来かけられるかっていうアクティビストの声に対して嫌なら売れってあのトヨタが言った、うん、だからねそういう胆力を経営者が持たないとっと配当を短期で要求する人たちってその企業が反映するかどうかとか中長期的にねあるいは、えっと、その国民経済がどう健全化していくかなって関係なくて、うん、目先 今期だけ自分の、えー、と投資がどれだけのリターンを生むかだけの人たちに中長期のゴーイン・コンサーンの企業の経営に口出させること自体がやっぱおかしいよ、ね、いし運営の条件として、えー、と例えばその配当だったりとか分配だったりとかっていうことに対する意思決定権だけでもやっぱりちょっとねあの制度的な改変しないと。うん 本当におっしゃる通りだと思います、ねいね、実は実はイメージでこう間違えて捉えられてるのはアメリカはまあ株主資本主義的だからその株主のあの。 あの決定権が強いっていうイメージが日本では強すぎてですね。ただ実はアメリカでその配当だとかなんだとかっていうことを決定するのはやっぱり社長さんですよね。で、それに対してまあなんか文句があれば株主がなんか言いますけれども、基本的には社長さんが本当に決めてる。もかかわらず今ちょっと日本ではですね、株主さんのそういった要求に随分こうなびいてしまって、政治家もなんかね日本の経営者も偉いさんって。 ななことは言うけど全然やらないよね自分の意思決定でやれる範囲のことそこをねやっぱり日本の,あのなんていうのかな上位のポジションについた人たち、ねあのえーとまあ、今ちょっとねヒーローになってるゼレンスキーなんかもそうだけどさ体張ってその社会的責任とか、うん、その、えー、と組織のポジション上の責任を果たしてほしいなってそ,のそういうタイプの人が 出なかったののののがこのね30年の日本の停滞じゃないかと思うの僕それ考えたらねいろいろあったけど小泉さん僕はどっちかっていうと今のこういうあの混迷のスタートって小泉政権の時だったと思うんだけどでも小泉さん体張ったよだからね政治家としてこれをやるんだっていう体を張って自分の権限とミッションを行使する人を 選ばなきゃいけないなってでそこは国民の責任だと思いまね。いおっしゃるとですね。うん、はい。偏差値8超えの人を大切にしよう。ははまああの別に学力の偏差値じゃなくてもいいんですけれども、うんうん、やっぱりそのこう。 大ききな仕事をする人人っっってて、まあ、はっきり言ってハズレ地の人だと思うんですよ、ねうんね、この正規分布の,もあの端の方からも漏れちゃったような人やっぱそういう人たちをこう大切にしていかないと多分そのこう日本の経済のブレイクスルーはもう,こううまく作っていくことができないんだと思うんですよ。うん、この能力があってビジネスを起こしてでその人がこう大金持ちになれるような。 あのそういうその仕組みをもっと機能させるでそのそのためにはのこう人が動けるようにかつその会社の売買ができるようにっていうことが、えー、すごく必要だと思うんですねでただその能力主義的資本主義っていうことをやろうとすると、うん、それはあのこういきなりやられると、えー、まあ。 例えば能力を持たずに生まれてくるっていうようなことを考えると、うん、生まれるのがまず恐ろしいですよね。だからそういうことになるといけないので、うん、それとセットでセットで公的なのこう再分配機能が必要だと思うんですね。例えばベーシックインカム、うん、あのプラスそのこうまあ労働者の再教育のようなその仕組みの手厚いものを作ってでまあ要,要するにこう失敗しても あのこう食いっぱぐれることはないっていう状態を作った上で徹底的なその能力主義株式資本主義をこうまあ極端にのこう進めるということにやや近いんだろうと思うんですけれども突出したチャレンジャーみたいなものにのこう大きな時価総額がいく大きな収入がいくっていうような,なんかそういう仕組みをこう作っていかないといけないんだろうなと。ははい、はいいありがとうございますじゃ鈴木さん、はい えと付加価値の適正分配という言葉をあの選ばせていただきましたあの上場企業4000社において、まあ、どんどんその配当が多くなっている自社株買いが多くなっているで実はですねあの利益は生まれていて付加価値もちゃんと生まれていてそれを、まあ、適正分配するそのメカニズム制度設計っていうのを一度考えてほしいそうすれば十分あの資源はあるんだと。 それをですね今先生おっしゃったような能力のある人に分配していくという形で成長が求められるんじゃないかというふうに考えておりりまますすありがとうございます、えっとね、山崎さんがおっしゃる話もあの鈴木さんがおっしゃる話も、えっと、格差と低成長ってこれ両立てで日本ってもう今本当にあの宿和のようなあの、まあ、病。 稼ぎが増えてるのってあの突出してるのって株主だけだよとかせめてそれを知らせてあげたいあるいはそれを知った上で例えばえと自分の就職行動とかあるいは消費行動とか投資行動さらにはえと選挙投票行動だよね知,る知ろうとする意欲があるえと視聴者だと思うからちゃんと知らせるの。そっか安倍政権の時は景気が ね、あの戦後以来良かったんだねとか言ってるからこれでいいとメディアも思っちゃう真剣にものを知ろうとするっていうこと自体が日本変わっていくための第一歩だと思うんで今日ねお二人の、あのー、がなさってくれたどちらも正しい提案だと思うんですけどあのそれを選択決定するのは政治家だもんねで政治家はどこからどう玉突きされるかっていうと投票行動で 投票行動っていうのはまずファクトを知るところから。